人口73万を超え、全国一の人口増加率を見せている川崎市。玉川大橋のたもとでは、私立工業高校の建設が4月の開校を目標に急ピッチで行われています。また昭和36年に開通した入江崎下水処理場では第二期工事が着々と進められ、今年中には完成する見込みです。これによって下水処理区域は大きく広がることになっています。一方、長沢浄水場では第5期拡張工事として、近代的な浄水設備を誇る建物や急速ろ過地の建設工事が大規模に進められています。こうして川崎市は理想的な人口100万都市建設の計画に基づいて力強い歩みを続けているのです。